こんにちは、エッセンスのまるです。今回紹介するのはナイキエアフォースワンクレーターフライニットです。エッセンスではフライニットだとウェイパーマックスとかがあったんですけど、エアフォースでのフライニットの展開はめちゃくちゃ久しぶりだと思います。もう何年もリリースしてなかったですね。で、アッパーとアウトソールそれぞれ特徴があるんですけど、まずこのもう全体的に言うと、もうエアフォースワン史上一番軽いんじゃないかってぐらい軽いですね。とリアクトのエアフォースとかもめちゃくちゃ軽かったんですけど、なんかそれよりも軽いんじゃないかなっていう感じがします。フライニットなのでこのアッパーはものすごい柔らかい生地でできています。フライニットは見ての通り糸で構成されていますので、すごく通気性が良くて、これから夏の季節にもちょうどよく履けるエアフォースとなっております。通常のエアフォースワンと同様のブロックパターンを採用していて、もちろんレイヤードにはなっていないんですけど、この糸の切り替え、カラー切り替えによってエアフォースワンのレイヤードの感じを表現しています。軽いだけじゃなくて履き心地もめっちゃくちゃいいんですけど、このインソールがすっごいふかふかになってます。ポイントの部分はフェルトの生地を使ってます。このスーシュとヒールパッチで、通常のエアフォースワンってここのデュブレの部分金属でできていますけど、今回は柔らかい布地でできていますね。でアウトソールはこのように廃材が散りばめられたカラフルなグラインドのソールを採用しています。最新のシューズではナイキのムーブ2ゼロという取り組みのもと、サステナブルなものが使われているっていうものが非常に多くてですね、これもその一環です。なんか全然廃材を使ってるような雰囲気なくてすごいかっこいい。ブラックはちょっとスポーティーな感じがして、こちらのグレージの方は中端の部分に赤いタグがついているので少しストリートっぽい印象がありますね。本当に軽い。バランス的に無理ですけど、なんかもうこうやって人差し指でも支えられるぐらい本当に軽いです。サイズ感は、通常サイズ選んでもらって大丈夫だと思います。